はい。こんにちは。あ、こんばんは。深夜です。メリークリスマス。はい。というわけで、今日も始まりました。さて、皆さん、どうですか？みんな見えてるかな、これ。生配信久々すぎて設定がよくわかんなかったんですが、見えてる？みんな。あ、こんばんは、こんばんは、こんばんは。音声だけ、音声だけか。ちょっともう久々すぎて設定が完全に忘れてて、これかな。あ、見えたかな。見えました？というわけで始まりました、クリスマスイブの配信ですけど、どうですか？今日ちょっと珍しい帽子をかぶってきました。前回まであのサンタ帽をかぶってたんですけど、ちょっと今回は変えてみました。わ、みんなバレてる。なんでわかったんだろう。じゃあ全貌を出そうかな。はい、こんにちは、こんにちは。これトナカイ、トナカイ。このセーターもトナカイ、トナカイで揃えてみました。はい、また今回も情報が多そうですが、そう、ツリーも飾りました。ちょっと多分ぼやけててよくわかんないと思いますけど、あ、そう、マイク白になりました。ちょっとなんか飛んでてよくわかんないけど、割とチェブラーシカがいますね。まあ実はチェブラーシカよりモフサンドの方が多いんですが、これ全部モフサンド。この辺もモフサンド。あ、ツリーの頂点。これよく気づきましたね。これ。これは、もう、用が済んだ、噂のファラリスくんです。これ、近寄りたいんですけどね、もうカメラ、ここに、もう三脚で、ガッて置いてるんで、もう、寄れないんですよね。もう、ファラリスくん、多分、みんなの前に現れるのは今日が最後じゃないですかね。知らんけど。
あと10年後ぐらいに、モード・オブ・ファラリスやった時に見れるかもしれないですけど。じゃあこれツリーね、ちょっと持ってきたらっていう意見もあるんですが、これ、ちょっと動かすだけでもチェブバンバンバン落ちてくるんで、もう絶対持てないです。こう絶妙なバランスで刺さってるんで。あと、でっかいチェブもいます。サンタ帽かぶってます。これもしかして僕が下がったらピントがツリーに行かない。見えた。あった。おお。おお。おお。そうで、今回ツリーにファラリス君10匹ぐらい飾りたくて、グッズの人に9匹ください、もしくは貸してくださいって言ったんですが、もう1匹も在庫がなく、ファラリス君ツリーはできなかったです。もうみんながいっぱい買ってくれて在庫なしです。完売。次回10年後のモード・オブ・ファラリスまで完売。というわけでね、本来はチャンネル登録者5万人行くまでは生配信しないでおこうと思ったんですけど、これみんなチャンネル登録してますか？チャンネル登録みんながしないと次に進めないんで、みんなしてください。あと3人してないですね。3人してないんで、ちょっと進めないですね。あと1人ですね。そこのしてない人、あと1人です。あ、下かな。全員下っぽいですね。じゃあ、進めていきますが。で、これツイッターで5万人達成しないと生配信やらないんで、次は再来年かな、みたいなことをつぶやいたんですけど、まあ、何人かの人は、クリスマスまでに5万人行くように、頑張りましょうとか、応援してくれたんですが、まあ、ほとんどの人が、クリスマス配信見れないの残念とか、誕生日配信残念みたいな、もう最初から諦めモードで、ちょっと言ってる人が多かったんで、まあ、悲しかったですね。本当は、クリスマスまでに頑張って5万人行きたかったのですが、みんな応援してくれないんで行けませんでした。
まあ、次、誕生日配信は5万人いかないとやらないんで、あと2ヶ月。あ、ちょうど2ヶ月だ。ちょうど2ヶ月で、誕生日と、あとセラフのコンサートが今年もあります。あ、友達少ないのですいません。あ、そうか。そうだった。みんなファラリスくんの、違う、ファラリスくんより友達少ないんで、しょうがないですね。あ、今年、来年2月24日、来年です。2024年2月24日、20240204-2024。覚えやすい。大手町三井ホール。一般発売は多分来年なんで、まだ買ってない人は買ってください。で、そろそろディル・アングレイも1月にシングルが出ます。2024じゃないや、2024か、あ、違うわ、1999-0120、覚えやすい。もうマスタリングも終わって、あとは発売を待つだけなのですが、すごい仕上がりになってます。でね、ライブももう早速1月何日か忘れたけど十何日からあるんで、もうすでに曲を覚え出しててすごい忙しいんですよね、今。この生配信とかやってる暇ないんですけど、まあ、ちょっとしょうがなくやってます。そう、1月のディル・アングレイも覚えて、2月のそのセラフも覚え直してて、あと2月の頭に指導秋のソロライブもあって、それも結構曲数多くて、それも覚えてて今もう頭がトナカイです。いや、ほんともうここ50年ぐらいで一番忙しい年末かも。謎解きも行かないとダメだし、で、そう、その1月のリハがもう年始ぐらいから始まるんですけども、その3月のヨーロッパツアーのリハももうそこで軽く合わすみたいなこと言ってたけども、曲数がもうそれ入れたらもう多分100曲ぐらい僕覚えないといけない。とも大変ですわ。まあ、もう宣伝も終わったんで、特にもうやることないんですけど、読もうかな、コメント。宣伝上手。おお。セラフグッズはなんとなく決まりました。みんなからのアイデアをもとに。サウナ、最近あんま行ってなくてですね。なんかもう、行きすぎて、あんまり整わなくなってしまったんで、なんか、
あまり行き過ぎも良くないかなと思って軽めに行ってます。そのニットは事務所的に OK なんです。みんな黙っといてください。みんな僕がトナカイになってるとか、絶対他のメンバーの手紙とかに書かないでください。シャントリーボディはもう毎日使ってますよ。今日も3時間ぐらい前に使ったし。元サトチさんがリズムゲーム面白かったね。元サトチってどういうこと？セーターの、これセーターなんかプレゼントでもらったんですよね。このツアーのどこかで。確か。トナカイは買いました。アマゾンで。今日は何時に寝ますか？昨日朝7時に寝たんで、多分今日もそのぐらいですかね。第3ケーキ持ってくるの待ってました。ああ。なるほど。すいません。ロートタムなんでまた2個にしたんですか？あ、それちょうどドラム動画を多分今年最後に出すんで、それで説明してます。ツリー割とそろそろ飾らなきゃみたいなツイートしてすぐ飾りましたけど、ドラム動画ってあれですよ、ドラムセット紹介動画、ドラム叩いてみた動画はファイナルが10万回いったらやります。次の曲ももう実は決まってます。藤枝くんは明日あさって会うかな。また YouTube 撮影で。ツアーでメンバーが壇上来たときどうでしたか？あれ、上に来られても気づかないんですよね。そんな後ろ見て叩いてないんで。まあ、前にいてもあんま気づかないんですけど、まあ、後ろだとなおさら気づかないです。ミュートゲ、ああ。これ、こっち光ってるの見えないから。今実は光ってるんですけど、マイク。ここ叩くとミュートになるんですよ。
言うと。そういえば和歌山の帰りに、もうすごいもうブチ切れて、もう和歌山、帰り飛行機、ってなったわけですよ。本当もう、参りましたわ。本当にね、もう久々にあれはブチ切れたんですけど、どう思います？皆さん、それ。本当に。もうね、こんなことがあるのかっていう。本当もう。まあ、詳しくは次の1月の会員限定ブログで書くんで、皆さんそれを読んでください。まあそんな大したあれじゃないんですけど。ですね。なんかあったかな？話すこと。あ、そうだ。面白い収録してきて、一週間ぐらい前に。それがまだ発表ならないんですけど、それが年始に放送される予定なので、見てください、みんな。ボツになってなかったら。なんと地上波、地上波かな？勝手に地上波と思ってたけど、地上波じゃないかもしれん。多分地上波。そうそう、ケンケンがもう写真上げてましたけど、ケンケンがいましたね。ベースはケンケンでした。で、もうびっくりしました、あれはもう本当。そんなことがあるのかっていうね。すごいもう楽しみですよ。はい、ニューシングルのアーシャー、そうですね、ボンレスハムみたいな、ボンレスハムじゃないか、パズルみたいな、あれ、パズル作れそう、あれ、本当に、グッズで。なんかもうみんなボンレスハムしか書いてないやん。あ、逆転美人読みましたか。あれはもうすごかったっすね。あ、そうそう、その10画間の殺人が実写化になるってもうどういうことやねんって。みんな読んだことありますか？10画間の殺人。推理小説なんですけど、もう名作中の名作。いや、あれ本当、多分20年ぐらい前に僕読んだんですけども、ない、ない、ちょっと今すぐ、この生配信、
見るのやめて本屋に買いに行ってください。これはもう基礎中の基礎。まあ、簡単に言うと十角館で殺人が起こる話なんですけど、十角館の殺人ね。本当もうあれ、もうとある一行があるんですけども、その一行を読んだ時にもう雷がドッカーンと落ちて、ええみたいな、うわーみたいな、雷が、そう、コミックもあるらしいんだけど、コミック読んだことないんだけど、コミックでもどうやってやるねんっていう。十角館っていうのは十角形の館ね。十角形の。十角形に多分10個の部屋があってみたいな。もう僕もちょっと読んだの20年ぐらい前なんで、詳しくは覚えてないんですけど。そのコミック読むならちょっと本で。本というか小説で読んでほしいですね、これは。最近 DVD、デッドバイデイライト久々に、数年ぶりにやったかも。これは僕の友達のフォジョレオ P が、まあ、今青森にちょっと住んでるんですけど、久々東京来て、まあ、そのホジョレオ P ってそのデッドバイデイライトの配信者なんですけど、まあ、青森から東京来た時にちょっとうちでボードゲームして遊んで、でなんか最終の飛行機で青森帰って行ったんですけど、その帰ってから一緒にやりました。久々に。じゃあちょっともうなんかパークとか増えすぎてても意味不明で、キラーもなんか意味不明でしたね。ガクトさんの忘年会の画像ですね。まあ大変でしたね、あれも。エルデンリングは興味ありませんか？なんだろう。もうこれ、本の話してるかゲームの話してるか。もう分かんなくなってきた。そう、テキーラ飲み、もうテキーラしか出ないんで、もうテキーラしか飲んでないです。エルデンリングゲームね。ハイドさんはハイドさん忘年会で会いました。サイコラブばっかり飲んでました。後ろのチェブは持ってこれるかも。めっちゃでかい、これ、ほんと。耳が僕の顔ぐらい。
耳邪魔で帽子入らない。耳ここなんか星になってる。これ僕が去年かぶってたやつかな。なんか2個に増えてた帽子。桜？桜かこれ。ほんまや、桜やった。星に見えた。あ、桜と桜の花びらね。桜色。茶色のチェブとは違う白。これ何なの？ピンクの。白いチェブはちょっと設定があったんだけど、ピンクのチェブは。よくわかんないですね。その子の名前はもうチェブラしかです。チェブはチェブ。なんで今回チェブがサンタでツリーもチェブなんですか。チェブはたまたまでっかいのがいたんで。まずツリーはモフサンドの方が実は多い。メンバーと最近何話しましたか？メンバー最後いつあっただろう？今年あったかな？あったか、それ。え、ほんといつだろう？大阪かな？大阪の、あっち。そう、大阪の帰った日に僕そのテレビ収録あったんで、僕だけ早く帰ったんですよね。みんなより一人でっていうか僕と藤枝くんだけで。ただ何話したかは、何話したろう。階段登ってたやんみたいなこと言われた気がする。新幹線の中、藤枝くんとも席が違うんで、話さないですけど。まあ、席一緒でも話さないですけど。藤枝さんは、多分、まあ、その日以来会ってないけど、多分元気なんじゃないですかね。誰とは何の話してたっけ僕。怖っ。何誰にって。あ、階段か。超覚えてないっすね。メンバーの誰か。階段上の景色は、高かったですね。ダイさんとハグしてたの。ハグはしてないですけど、勝手になんか、掴まれてただけ。捕獲された人みたいな感じ。捕獲されたまま、はけていきました。てか今何時これ？やべ、時計がないわ。あれ？
iPhone がなくなった。やば、あった。あれ、まだ36分しか経ってなかった。3時間ぐらい喋ったつもりでいた。体内時計、犬ってどういうこと？後ろのコップはモフサンド。コップって、コップどこにあんの？コップって。怖っ。リル・ワングレーはいつヨーロッパに来ます？ 3 月に行きますよ。M1 は十数年前は見てたけど、ちょっともう見てないですね。全然ついていけないです。もう笑い飯で止まってるんで。ヨーロッパツアーは YouTube のネタがなんかあるといいなと思ってます。好きな芸人さんは笑い飯ですよ、僕。今やってるんで M1。今やってる M1 で一番有名な人誰ですか？ひょっとこ出てるの？すごいとこ。さやか、さやか、いや知らないわ、さやか。真空ジェシカ。知らないな。シソンヌは知ってるけどな。あ、チョコプラ僕も好きですね。チョコプラ好きかも。令和ロマン。全然知らないわ。そう、ソファーは、そう、なんか、一回、ツイッターで上げた記事を選んでたソファー。イギリスであのナッツは買いますね、絶対。ジャルジャルも好きですね。最近見てないけど。ヨーロッパではまたバス移動じゃないですかね、多分。バス移動だとそんな動画のネタないな。東京駅限定の萩の月って何だろう。萩の月仙台なのに東京駅限定とは。
ヨーロッパにファラリス君はついてこないです。ファラリス君今日で最後。これ、みんなこの姿を目に焼き付けといてください。ぼやけて見えないけど。ファラリス君の声ももう聞けないのかな。みんなのファラリス君ももうなんか引き出しの奥にしまわれたでしょ。ナンバーハッチでみんな燃え尽きて みんなあれ持ってる、まだてるてる坊主持ってないでしょ、みんなてるてる坊主。あんな感じにファラリス君もなるんですよ 持ってるんだみんな すご。本当に？本当かな？てるてる坊主の再犯はないでしょう。モード・オブ・ユザリング・トゥ・デスであるかも。てるてる坊主あれ2017年だったっけな。で、まだそんな5年ぐらいしか経ってないか。5年じゃないか。6年か。7年か。お家のお池は凍ったことありますか？いや、凍らないですね、多分。ホールツアーで楽しみにしているところは、まあ、やっぱり初めて行く佐賀と島根ですかね。プライベートでも行ったことはないかも。佐賀と島根。佐賀といったらもう、なんだもう、花輪の歌しか思いつかないですが。島根は、島根何があるの？島根の、島根といえば、島根っこ、何？島根っこって、猫かな？出雲大社か。ちょっと神社系、興味ないんですよね。秋太郎？本当？鬼太郎は
好きだったから、鬼太郎いるならいいな。島根っこ気になるな。島根っこちょっとルックス見てみるか。想像と一緒か。お、想像と一緒だった。こんな顔の猫想像してた。これ何乗ってんの、これ。風車？これ何この屋根。何？わかんない。何？この屋根何？神社？出雲大社？これ。これが出雲大社か。鬼太郎鳥取か。騙されたわ。島根といえばコナンなの。どういうこと？コナンがどなんで島根なの？作者が、島根、コナン関係ないよ、それも鳥取だよって。みんな嘘ばっかりじゃん。嘘しか教えてない。怖。怖怖。本当怖。危うくみんなに言って嘘広めるとこだったわ。佐賀のゆるキャラ、なんだろう。佐賀。江頭さん。2時50分さん。佐賀にゃん。本当にいいの、佐賀にゃん。ゆるキャラ、花輪。ゆるキャラなのか。全然佐賀のゆるキャラ。ん？ガタゴロウ。ガタゴロウって。ガタゴロウ、想像してるルックスかな。全然違かった。カエルじゃん、これ。ムツゴロウ？これもしかして。ムツゴロウじゃん、多分。このルックス。ガタゴロウ。ガタゴロウ全然好きだな、これ。ガタゴロウに会いに行こう、佐賀。壺五郎って何？壺五郎。なんだこれ、キモ。朝が吉野ヶ里遺跡か。それちょっと、クイズマニアとしては、言っときたいな。島根。クリスマス配信なのにサプライズないのか、あんたのファンのうちの嫁が怒ってる。どういうこと？
プライズか。プライズなんかないかな。手の届く範囲で。東大謎トレがなんかたまたまありました。なるほど。きっと心配ないさ。これこの帽子買った時になんかついてたピン使ってないけど。まあ、いつまでやるねんっていう話ですね。なんだこれ。なんかちょっと違う色のキットカット。大人の甘さ。やばい、もう手の届くとこに面白いのが何もない。これリモコン、これ色変えれる。この電気は外に置いている電気。結構電波すごい届く。セーターこれチクチク全然しない。めっちゃ肌、なんかタオルみたい、これ。タオル。これタオルかも。タオルでできたセーターかも。これパジャマにするかも。今日初めて来たけど。これパジャマですね。本当にこれなんだろう。初めて来た。こんな感触のセーター。セーターじゃないか。タオル。パイル地？パイル地ですね。パイル地。めっちゃいい肌触り。下は普通にもうパジャマっていうかもう。なんだろうこれ、すごい柔らかい素材の。ちなみに僕普段いつもこうやってるんですけどね。今ちょっと頑張って足下ろしてたんだけど、基本の体勢これだから。体育座り。そう、L が流行ってた時めっちゃ L って言われてた。あっちが真似したんだけど。僕これもう小学校からやってるから。
フルエンザが流行ってますが、僕はかかったこと多分人生でないです。猫パッチン、あ、指パッチンか。猫パッチンってなんだろうと思った。指パッチン、ちょっと微妙にできる。できないかも。年内まだ謎解きはもうないかも。謎解き納めしたかも。多分したわ。あ、あるわあるわ。全然あるわ。あさってあったわ。全然まだ行きます。謎始めはまだ決まってないな。今年は1月2日に行ったけど、確か。年越しそば。去年ディルのあったな、そういえば。あ、もうブレーズから1年。え？もう1年経ったんだ。早っ。怖っ。みんなブレーズ来ました？新宿ブレーズ、ディル・アングレ。このグッズでそば出してたんですけど。もう1年か。12月16か。そば、いまだに家にあるってもう絶対腐ってんじゃないの、それ。ブレーズもなくなるんだ。また眠眠探偵あるかも。再生数伸びないけど。ジェスチャーゲームしてくる。ジェスチャーゲームってなんだろう。あっという間に10時になってるじゃん。これもう、そろそろ終わりの時間が来ましたね。みんな、こんな忙しい中、こんな生配信見てくれてありがとうございます。
なんか言い忘れてたことあった気がしたんだけどな。なんだっけな。あれは言ったし、あれも言ったし、あれも言ったし、なんだろう。言ったかな。あ、そうそう、アーカイブはあれですね。盛り上がったら残そうとしたんですが、残念ながら全然盛り上がってなかったので、残りません。もう、このクマも永遠に見ることはないと思うんで、目に焼き付けといてください。え、盛り上がってた？盛り上がってたのか。盛り上がってたのなら考えようかな。あ、やべ、トナカイで押し通してたのにクマって言っちゃった。最後にしくったわ。じゃあ、というわけで、良いお年をでした。とチェブラシカが言ってました。じゃあまたどこかで会いましょう。良いお年を。さよなら。